桂由美、マギーズカフェにようこそ。パーソナリティの木月理恵です。さあ、今日も東京恋子アカデミーの時間がやってまいりました。エクサさん、こんばんは。こんばんは、はい、エクサです。はい、この番組ではリスナーの皆様からのご意見、そして恋のお悩みをお待ちしております。はい、メールアドレスは info@792fm.com、マキシミリの方は東京03-5634-0792です。さあ、皆様からの恋のお悩み、植草さんに切っていただきましょう。ぜひ。さあ、今日はね、38歳男性最短者の方から寄せられましたこんなお便りです。はい、植草さん、こんばんは。こんばんは。はい、口になってしまうが聞いてください。はい、聞きましょう。ということで、はい、僕は有名某大学を卒業しました。自分で言ってるんですね。はい、はい、大学の同窓会があり、はい、ウキウキと淡い期待を持って参加をしました。はい、はい、ところが、うん、参加した女性、会話にかぶせてくる、会話の内容は全て否定しかしない、すっかり淡い期待もなくなり、男性同士で二次会となりました。はいはいはい、男性同士にいた方がよっぽど楽しかったです。はい、このぐらいの年の女性はみんなこうなんでしょうか、というね。はい、はい、多分ですね、その女性、同級生の女性たちは離婚だったと思います。未婚なんでしょ。うん、なぜかというとですね、まあ、私どもたくさんの未婚の男女を見てますけれども、はい、ちょうど、まあ、40手前ですね、うん、38、崖っぷち女子と言われる年齢でね、はい、結婚してない人ですよ。うん、でそうしたらね、男社会の中でバリバリ働いてるわけですよ。で、一流のそうですね、有名某大学を卒業されたそうね。そしたらそれなりの企業の勤めになって、うんね、銀行もうそろそろ役職も、ね、そうそうそう、ね、そしたら部下がいっぱいいて、うん、まあ、男社会のバリバリバリキャリと言われる人たちですから、うんうん、仕事の中でいつもそうじゃないよねって言ってるわけですよ。あ、部下に対してそうじゃないよね、うん、何か部下が言ったらそうじゃないよね、こうこうこうだよねっていうふうに指導している立場、もしくは会話をかぶせてくる、競争するんです。うん、会話をかぶせるっていうのは競争していくんですね。うん、何か男性が発したら、うん、いやいや私はこうよね、私はもっとすごいのよ、私はもっともっともっとってかぶせるんですよ。うん、それがよくわかる。なぜかというと、あの、私自身もね、行きますよ、クラス会、昔のね、はい、中高、うん、中高一貫だったんですけど、うん、行くと、男性たちがよくそれを言う。あ、そうですか。うん、ただ結婚しない女性が私の時の年代というと少ないんですよ。うん、ほとんどの女性が結婚してるんで、うん、ただその男性たちは、うん、言ってますよね、周りの自分の部下とか、うんうん、あとドクターたちが多いんで、うん、看護師さんとかは会話をすると、うん、まあまあ男勝りだよって言う、男の勝りってことなんですよ。なるほどなるほど。もうこうね、女性としてどういう受け答えがこう、まあこの最大者、38歳最大者の方も含めね、どういう受け答えだったらこう淡い期待を持ったまま同窓会に参加することができたでしょうね。だから女性はね、そこで別に高校の時や大学の友達に会うんだから何も競うことはなかったんですよ。楽しめばよかった。うんうん、会って、あの時はこんなだったよねって、青春のね、ね、うん、話は、まあ、酸っぱい話をして楽しめばよかったのに、仕事のその自分と、プライベートの自分の、この、なんていうんですか、けじめっちゃなくて、なんていう、この、メリハリというか、そう、メリハリっていうか、変えられない、そうそう、スイッチが変えられないから、そのまんま行っちゃったんでしょうね、お仕事モードで。うん、で、実はこれ、とっても多くって、うん、男性、結婚相談所の中でも男性がよく言ってます。あ、そうですか。このくらいの年ぐらいお見合いの場でもやっちゃう、そういう会話をかぶせる。私はいつも言うんです、あの、お見合いの場ってリングじゃないよって、うん、女性に言うぐらい女性は戦ってきちゃう。最後までこう話を飲み込まないでこう、うん、そうそう、前にも言ったかどうか分かんないけど、出張だったんですって言ったら、そうでしたか、お疲れ様でしたって言えば可愛いじゃないですか。はい、なのにね、今日のお見合いで朝からで、ありがとうございますって言えばすごく可愛くって、うん、その時点で多分交際成立になったと思うんですよ。うん、でも昨日出張でニューヨークから帰ってきたばっかりでって言った瞬間に、ニューヨーク、私はね、先週パーリーとかね、数えますよね、言いたくなっちゃったんですよね。そうそうそう、うん、ね、うん、それもね、3泊5日よって言っちゃって、うん、その話もどうでもいいんですよ。
でもその女性の気持ちは分からなくもないですよね。同じ会社の同僚とだったら楽しめたお話かもしれないですけど、ね、そこでね、自分 そのもっと頑張ってるよモードって出しちゃいけないんです。逆にあなたは頑張ってますねって、本当に自分が結婚したいんだったら女性で38も月別でしょ、もう少しで落ちるわけでしょ。そしたら落ちないためにも、女性の包容力、女性らしさっていうのをアピールしないと、どんどん。そういう場合はもうやっぱりこう聞いてあげるだけでいいんですか？聞いてあげるだけ、褒めてあげる。褒めてあげる。要はね、38の女性が、20代、30代全般と競うんですよ、婚活の。そうだね、なるほど、相手の男性、インターネット上にいっぱい載っているっていう、そう、巷でも基礎、その時20代にはない魅力を持ってるなっていうところが勝負なんですよ。それを勝負しないで、違う方法で勝負しちゃダメ。仕事できますよオーラがいらない。出してもいいですよ、出してもいいけど、それは名刺ピッと分かるでしょ。あ、そうね、役職ついてるとか分かりますもんね。すごい大きい方が働いてるとかね。でもすごく女らしくって包容力があって優しい、可愛いとなったらもう鬼に金棒でしょ。だからバリキャリっていうのはモテるはずなの、本当は。お見合いでね、名刺って出すの？出さないです。お見合いでは出さないです、普通に街でやったりとか、どこでやった時は、名刺渡すだけでビビッとくるからいいんだけど、お見合いではもうその状況がプロフィールで交換してるのですっかり分かってるわけです。会社名は分からない、でも最近の女性は年収まで書いたりするので800万とか1000万、自信がある人は、そうしてオープンにしましょうねって私も言ってるし、やってるんだけど、要はね、そのギャップを作るべき。もう会社ではバリバリやってるんだろうに、こんなにしなやかな女性なんだみたいな。そうすると男性がほっとけないなと、俺がいなきゃどうなっちゃうんだろうって、助けてあげたいってなるわけですよ、仕事をバリバリやってもらうためにもサポートしてあげたいな、だけど全部できちゃったら、何でもバリバリだったらもうはい降参ってなっちゃうんですか、男はいらないだろうなって。そもそもね、女ってのは弱いものですよ。体も男性より一回り小さいし、力もないし、すぐ泣くし。だったらそのまんまを男性に向けるんです。すぐ泣いちゃっていい。泣いちゃってっていうのは、年がら年中泣いてると怖いからね。ですよね。ちょっとね、それは怖いんだけれども、泣くって言ってもこう、例えばラブストーリーとか感動ものの何か、映画とか、ドラマとか、運動会とか見て、その五感がすごく鋭くってキュンキュンしたりかわいそうって思って泣くってすごくかわいいですよね。何かを見た時のそういうこと、何か言葉に触れた時のそれを出すのはいいんですよ。ただ攻撃的にダメじゃないなーっていうのだってちょっと怖いと思う。それはやっぱ女の武器にはならないんですか？そのダメじゃないなーってなってですね、何かを見てかわいいなーって思うとか、何かを見て危ないよって言うとか、っていうのは優しさですよ。その優しさをどん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 と男性にオープンにすることで結果アピールなんですよ。やっぱ悔しいとか妬ましいっていうのはこう、一切ダメってことなんですね。悔しい、悔しいんだったら相手が記録だったらいいんですよ。人間じゃなくて対象が、悔しい対象が人間だとひがみ根性になっちゃって、悔しい対象が自分の記録、例えばテニスでやってて30回ラリーできたとか、あとは 何キロも分かんないけどバーベル持ち上げられたとか、それが自分の中でできなかったことを悔しがる、だったら可愛いですよね、だけど妬みひがみで、なるほど、自分負けたって悔しがってるのはちょっと浅ましく見えるじゃないですか。最近の女性ってね、結構こう何でもできる女性って多いじゃないですか、例えばボーリングに行こうってなった時に、男性の方がちょっとやっぱりあまり上手くなくて、女性の方がこう上手いっていう場合ってあるじゃないですか、そういう時ってね、女性ってこうわざとこう負けてあげる方がいいのか、どうなんですかね。同級生なんかでだったらキャピキャピ可愛いと思うし、相手を落とそうと思ったら勝ってる場合じゃないですよ。
ボーリングが負けても、その恋愛は誰だ。別にそんなボーリング負ければいいのかもしれないですか。どうぞ負けなさいって感じですよね。うんうんうん、それは。やっぱりじゃ例えばありますよね、うん、そういうなんか2人でゲームをやろう、まあ、卓球やろう、テニスやろうっていう時に。そういうイベントは何も本気でやるもんじゃないと思うんですよ。別にそのボーリングオリンピックに出たわけじゃないんで、うん、でなんかこう9とか8ぐらいの指ができないぐらいのもうそんなこうボーリングの球を持ってって重いって言って前で投げてってあの溝にガン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 としてガーターバラガーターやるぐらいがちょうどいい。あ、そうですか。そう、男性はやっぱりそういう、こう女性を求めてるんですかね。要は体が大きいでしょ男性。そういうところじゃないと勝てないんです。実は何でもできちゃう。会社の中で女の子が上だったりするわけですよね、うん、そしたら勝てないなと思って、でも体が大きい、重いものは持てるっていう、もともと本来の男性のアピールするところをご披露させてあげる、チャンスを持たせてあげるってことです。なるほど、なるほど。そんなね、ボーリングで思いっきり150出した180出したってやることなくて、味噌を狙ってどん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 味噌に落として、でやるのダメだ、全然取れないって言ってたもんですよ。さすがね、何々くんみたいな方がいいってことなんです。私はね、大学の時はボーリング部だったんですよ、うん、体育の授業が、うん、あのボーリングだったんですよ、うん、それうまいですよね、そしたらね。それでね、うまいと思いますよね、うん、じゃない、夏休みに何日間か行って5日間6日行って行けばいいんですね、うん、4ゲームとか5ゲームにやらなきゃいけない、うんうんうん、痛いでしょ手が。まあ、4ゲーム、5ゲーム、なかなか絶対にやりたくない、そんなの、うん、やりたくないから、うん、そのグループになった時に、ねえねえ、なんとか君これやって、手痛くなっちゃうところ見てやれちゃったとかって言って、貼、うん、ってもないのに、貼、うん、れて、ほら、全然違うよねって言って投げさせましたよ。疲れちゃうの、ボウリング。貼りたくないんですなんでボウリングもやるの。いろいろあったんですよ、ゴルフとか、ボウリングとか、うん、そのボウリングだけは止まらなくてよかった。でも最近レディースゴルファーも多いじゃないですか。どうですか、こうレディースゴルファー、うん、ね、もう男性顔負けに入っている女性も多いですよね。プロゴルファーになるわけじゃないんだから、うん、いいのいいの、社会人になって、うん、とにかくね、モテたい女の話ですよ、うん、モテたい女の話は男の人にも食べてあげればいいんですよ。すごいって教えてって言えば、教えてって言ってれば、うん、あのこうやってね、もっとクラブをこうやって右の指がどうだ手がどうだって教えるから、偉そうに教えてくれるから、やってみるねって言ってくれるいいんですよ。別に打ちっぱなしに行くんじゃなくて、褒め方を習えばいいってことです。競いたいんだったらお父さんと言って、お父さんとプレーすればいいんですよ。もううちの父は、私中学の時からゴルフやってるんですけど、父にね、もう本当に厳しくゴルフ。あ、じゃあそんなね、若い頃からやってたら相当上手ですよね。でも男性と行く時は、うん、もう足が痛いから始まるんですよ。この靴買ったばっかりでまみできちゃう、あんまりいいスコアできないと思ってずっと言ってるぐらいの感じでいいんですよ。勝たせなきゃいけないから。 OB とか言ったら、もう無理、あそこの崖から球上げられないとかって言って、じゃあ大丈夫だよ、この辺から打てばとかって言って、楽しいじゃないですか。楽しいですか。真面目にやってる人楽しいと思いますけど、それ楽しいですか。だってほら、モテるために言ってる。あ、そうかそうか、そうね、そうそうそう、最近ね、婚活ゴルフとかもありますもんね。私もね、職業が婚活でしょ、うん、婚活だから別に私プロゴルファーを育成する講座じゃないから、うん、モテるための講座だから。モテるためには、ね、ゴルフ合コンとか最近すごい多いって聞きますので、ゴルフ合コンなんかもうコスプレみたいな可愛いショートパンツ履いて、パンツが見えちゃったなみたいな、うん、ショートパンツ履いて髪の毛クリクリして、髪の毛が汗で取らないうちに記念写真撮りましょうみたいな感じで最初のうちそのぐらいの勢いでやらなきゃダメ。農家のね、農作業をやるようなこうわーって紫外線対策とかも、うん、さ、うん、ね、レディースゴルファーとかも多いじゃないですか、うん、もうその日はそういうの気にしちゃダメなんですか。もうね、そんなにね、やるんだったら、まあ、夏のそういうのもいいですね。それは、まあ、夏は下げた方がいい、うん、あとはもうこう日焼け対策で死ぬほど日焼け止め塗る、うん、何回も何回も3ホールごと塗る、3ホールごと塗る、いちゃーとか言いながら、うん、ぬるぬるぬる、やっぱもういかなる時も女子を忘れちゃいけないってことですね。そうなの、何のために女に生まれてきたのかしらって聞きたい。わかりました、はいはい、今度の、ね、7月の9日婚活セミナーがということで、もうね、皆さん重々多分分かったと思いますよ
必ずどこどこ青山サロン、マリリンの青山サロンね、婚活セミナー13時から行うということで、植草さんのね、こういったね、何のために婚活やってるのよっていうね、活動をね、皆さんにお聞きいただきたいと思います。詳しくはマリミンまで検索してください。ではまた来週となりました。もう終わりですか。はい、もう終わりです。また来週にしましょう。はい、ではまた来週。